こんにちは、かけるです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ミニトマトを植えて育ててみようかなと思って材料を買ってきました。これですね、天使のほっぺ、この苗を買ってきました。で、あとは培養土とプランターですね、これを用意しています。とこれが最近新しく出て話題のマグアンプ D を買ってみました。アブラムシの対策ができるそうなんで、これもちょっと使っていこうかなと思います。はい、というわけでやっていきます。そしたらじゃあ土を入れていきます。入れていきます。こんな感じですね。そしたら苗を植えていきましょう。しっかり張ってますね。で、じゃあ鉢の真ん中に入れていきます。もうちょっと深い方がいいかな。マグアンプ入れてない。マグアンプを入れるのを忘れてました。でも確かこれ後入れでも良かった気がするんだよな。ばらまきます。ちょっと混ぜればいいのか。で、まあ気持ちまでとけばなんとかなるでしょう。そしたら支柱を刺します。だいたい植えたところから5センチぐらい離して奥まで差し込みます。で、あとはこういう紐を使って支柱と苗を固定します。で、8の字にして、あんまりきつくしすぎると良くないみたいなんで、まあこのくらいで。これであとベランダで管理していこうかなと思います。だいたい2ヶ月ぐらいすれば実が取れるらしいんで楽しみですね。これでたっぷり水をやっておきます。出るまでたっぷり入れておきます。はい、というわけでこんな感じでミニトマトを育てていきたいと思います。また成長の記録とかは動画にしていこうかなと思いますので、ぜひご覧ください。というわけで本日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。